マンションのユニットバスホテル客室の3点ユニットユニットバスとは、工場などであらかじめ整形される浴室のことである。英語では、バスモデュールという。防水性の高い素材を用いて天井、床、壁を整形、内部には浴槽を設けておき、現場に搬入した後に組み立てる。日本の間取り図で用いられる記号は UB。 浴室が工場などであらかじめ成形される。タイルを一枚ずつ貼って作る、在来工法の浴室と比べ短時間施行が可能である。また開花への水漏れのリスクが少ない。高い溶石効率も実現可能である。ただし効率追求の結果、排熱、排気、排水などの性能が多少犠牲になることも少なくない。日本では小建て住宅から、 マンション、ホテル、アパート、病院などに至るまで様々な建築物に用いられている。また最近ではサイズや機器のオプションが自由に選べるものが増えている。2014年の時点で日本国内の浴室の約95%を占める。日本ではシステムバスとも呼ばれる。また西洋式にトイレ、洗面台、 バスタブを同室内に設置するタイプのユニットバスもあり、3点ユニットと呼ぶ。ユニットバスと同様に和製英語である。類似のものとして、バックミンスターフラーが金属製の浴室ユニット、ダイマキシオンバスユニットを1938年に特許出願したが、アメリカではほとんど普及しなかった。現在につながる FRP 製のユニットバスは、 日本で1963年に公安開発された。きっかけは、ホテルニューオータニの建設を目的とした。主に開発に携わったのは、日立化成工業、東洋陶器の2社である。その結果、1部屋につき職人数人と1ヶ月を要していた、バスやトイレの施工が、運び込んで設置するだけで良いユニットバスを採用した、ことにより、わずか数時間に短縮された。 ホテルニューオータニの建設に際し、これを採用した。1964年の東京オリンピックを控え、建設を急いでいたホテルニューオータニで内装工事の省力化が可能となった。ニューオータニでは1000室以上にも上る全客室へのユニットバスの据え付け作業を3ヶ月半で完了したとされる。なお、この初代とも言うべきユニットバスは、 東東本社にも現存していなかったが、2014年7月に、ニューオータニ内の倉庫となっていた部屋に、当時の設置状態で現存していたものが発見された。これは2015年8月に、東東本社に隣接された、資料館、東東ミュージアムへ移設され、一般公開することとなった。住宅向けには、日本では同じく1963年に、 北海酸素から発売された北山バスオールが元祖とされる。ユニットバスサイズ1618日本における住宅向けのユニットバスはそのサイズがほぼ規格化されている。縦方向と横方向のサイズを 10cm 単位の数字で表し1216、1317、1416、1418、1616 16、 1618、1818 16 18 18などがある。縦方向に浴槽が設置される。ユニットバス、イコール浴室、トイレ、洗面台などが共有されているシステムであるとの誤解が見られる。この原因は、当初、外国人観光客の宿泊を受け入れるホテル向けに、外国人に受け入れやすいこの3点を持つユニットが多く採用され、 現在でも単身用集合住宅などにも広く普及しているためと考えれる。アメリカでは労働組合の力が強く、建物建築時に浴室工事を行う、アスファルト防水、抑えモルタル、配管、シンダーコンクリート打設タイル張り、窓と天井の大工作業などのそれぞれの職人、作業者の職場を確保するため、ユニットバスの使用は制限されている。 ありがとうございます。